アイネチャベルビーデンビーデンバースディモテストレンゲンタイアーレンメッシェンフェルデンブルーデボーダイザンヘルビーデバイヤッフェルアウヌワイネジーネザイネントアフディルインデルントルンウートディスティゲーコディスティゲーコラヤシェルネネネネながら颯爽と歩くおばあちゃんじゃなかった。この元気なご婦人は大高千代子さん72歳。巷では高齢化がささやかれて大きな問題となっていますが、大高さんはそんなことどこ吹く風。今日も元気に運転免許の切り替えにやってきました。大高さん、運転免許ばかりではなくエアロビクスに太極拳、町内会の役員からリサイクル運動まで、新宿区のコミュニティ活動にフル参加。周りの若い人たちを圧倒しているのです。おばあちゃんと呼ばないでと大高さんは言います。そんな大高さんの生き方は高齢化の社会に向けて皆さんへの一つの道しるべとなるでしょう。大丈夫ですよ。後ろでお待ちください。緑の枠を。どうやって大高千代子さん、大高さんの免許歴はなんと30年。でも今はもう運転はしないそうです。そう、これは大高さんの勲章なんです。大高さんが毎週通ってくるのが新宿文化センター。ここでは12月の大工演奏会に向けて合唱の練習が行われています。高田の馬場から文化センターまで電車もバスも使わずに歩いてやってくる大高さんは、ここでも4階のショーホールまでエレベーターなんて使いません。それでも息切れ一つしない。本当に元気ですね。始まった新宿区民大工合唱団、大高さんは8回目の参加です。もともと音楽が好きだったんですけどね、うちの中で家庭の中の仕事をして子どもたちも一応育ち上がって、そうするとやっぱり自分一人の時間が欲しかったんですよね。自分一人だけに、たった2時間でもいいから自分一人だけになって自分のやっぱり時間をもらって行ってね、文化的っていうとちょっとおこがましいですけども、そういう世界に入ってみたいなと思ってねやったんですけど、今年ももう大学楽しみにしてたんですけどね、まあいやんばい主人も元気なのでまた今回もやらせていただけて嬉しいです。戦争が終わった年、大高さんは疎開先の茨城県からこの高田の馬場に移り住みました。一面焼け野原だったこの町も目を見張るばかりに変わりました。ともかく高田の馬場、駅だけポツンと残っててね、こっち歩いてくるともう線路が丸出しに見えたんですよね。でこの辺はね、もう
なんかもう終戦後一生懸命建てたっていう、こう長屋風のホタテがね、いっぱい、小さいお店がこう、出店っていうか、こう闇市みたいにね、こうたくさんあったんですよ。そして自分たちの家を持ちました。三十坪の土地に6畳一間とトイレと、ね、お風呂場がちょっとあったんですよ。ですから 5.5 坪。それでもお父さん一生懸命働いたお金で、結局、まあ、田舎の援助もありましたけどね、建てたんだからって言ったの嬉しかったですね。どんなに忙しくとも自分の手料理を大切にする大高さんは、スーパーマーケットよりもちょっとした会話が楽しめるこんなお店が大好きです。この八百屋さんとの付き合いも先代から続いています。ねえ、お母さん元気？お母さん元気ですよ。そう？もう元気すぎちゃってね、元気すぎちゃ大変、こっちの元気だもん。お父さんですか？とってもいい人ですよ。もう情あるしね、とっても親切な方ですね。旦那さんもいい人です。うちの母は一人ですからね、なお見てるとね、なんか母親みたいで。うちのお母さん、ちょっと年取ったんですけど、うちの母がね。もう元気です、やっぱり。お母さん、すごいですね。息子さん夫婦と同じ屋根の下にいても、お互いの生活はきちんと分ける、そんな新しい考え方をちゃんと身につけた大高さん、台所にいても合唱の練習を欠かしません。そして18年前に倒れたご主人は、大高さんの献身的な介護によってこんなに元気になりました。食事は準備しておいてくれるからね、まあ別にうちは感じないですね。まあ昔はほら、自分が勤めてる時はうちで待ってたからね、だからその分だけは返してやんないといけないと思うから我慢してるんですまあ体を壊しちゃ困るからね、だから少し今もういろんなことやってるでしょ。町会のことやら体操、もうそれから体育圏ね、それからもう友達と旅行に行ったりね、もうほとんど出会ってたからね。だから体壊すとやっぱりそれだけがちょっと心配ですよね。大高さん、これからどこに行くんでしょう。やってきたのがマンションの下にあるお風呂屋さん。今のお風呂屋さんも随分と様変わりしましたが、さて中では何が始まるのでしょうか。どうやら定休日の福の湯さんで町内会の役員会が開かれているようです。ご推薦をお願いいたします。今の防犯の件に関してはなんか高田の馬場南親睦会と呼ばれるこの町内会、ちょっと待ってください。アパートやマンションが増えるにつれ、昔ながらのお隣さん同士の付き合いも減ってきました。今は会員がどんどん減っていくことが悩みの種だそうです。それでも古くからここに住んでいる人たちが中心となって、住みよい街づくりのために頑張っています。時の防火の仕方ですか。大高さんは婦人部長でいろんな役やってるんですよ。婦人部っていうのはね、非常にね、
役割が多いんですね。要するに、まあ、婦人部本来の仕事とそれから環境衛生、まあこれあの廃品回収ですね、これも含めてですね、それから婦人消防も入っちゃってるわけですよね。ですから非常に小高さんの立場はまあご苦労が多いと思うんですね。今日は資源回収の日、町内会婦人部長として先頭に立っての活躍です。大高さんはこの頃街を歩いていてもゴミが気になって仕方ないと言います。毎朝家の周りを掃除するたびに空き缶を集めたり、忙しい人のためには資源回収の日以外でも自分の家に古新聞や雑誌を預かったりしているそうです。アルミ缶を拾ったらね、おばさんこっちの方がいっぱい入ってるよって言われたんです。だからね、飲むんじゃないかと思われたけどもね、これ飲むんじゃないよって言ってね、笑ったんですけどね。でもそういうもう恥じらいはちょっとなくなりましたね。東京都の方からも補助があるでしょ。そうするとね、1ヶ月20万以上になってくると青年部とかそういう子どもたちのねレクリエーションにはね欠かせない資源になっちゃったんですよね。負けてしまいます。すごくもう若々しくて、私たちも40過ぎてるんですけど、もう40過ぎどころじゃなくても70過ぎた方とは思えないほどもうすごい元気で、負けてます。敬老の日、大高さん少しはゆっくりとしているのかと思ったらとんでもない。自分が年寄りなんてちっとも思っていない大高さん、町内会がこの日に配る記念品の仕分けの先頭に立っていました。これ43、これどこに2つね、マジックで書いとく。こちらもありました。そしてお年寄りのお宅まで配るのも大高さんです。大高です、はい、失礼します、はい、こんにちは。お父様いかがですか。はい、まあどうにかそうですけますけど、お互いに頑張って、旦那さん大事にありがとうございます。今日は敬老の日で、はい、おめでとうございます。それ入ります。いつもお世話になって申し訳ございません。それ入ります。どうぞお大事に、はい、ありがとう。太極拳はエアロビクスと並んで大高さんの健康づくりの基礎です。西富山婦人会館で毎週開かれる教室で、大高さんは無遅刻無欠勤の模範生。体の柔らかさには驚かされます。太極拳そのものがですね、かなり運動量が多いということが私にとって一番いい効果だと思うんですね。太極拳始める前はかなりもうこの人は死んでしまうんじゃないかなという人もですね、若々しくなってますし、特に大高さんの場合はですね、練習をほとんど休みませんしね、まあ、ひょっとしたら金さん銀さんまで行くんじゃないかという、私の方も、ね、期待しているんですけど、大高さんの年齢の普通の方ですとね、だいたい修行で3年か4年かかるんですが、それを1年ちょっとでですね、ものの見事に、終了してしまったんですね。違う、ベースなんて書いてない。さて、12月の大工演奏会も近づき、練習にも熱が入ってきました。そうだよ、6月から始まった練習もあとわずか。ですって書いてあるかよ。合唱指導する郡司先生に鬼のような厳しさが戻ってきました。だからゆっくりスペルを読みなさいっての、1個ずつ
読めないんだったらちゃんと練習来い。せーと。あなた読んでるんですか。ヤーフェルハル、ヤーフェル